国道94フェリー株式会社は、大分県大分市大和佐賀の関に本社を置く、日本の海運会社である。愛媛県西宇和郡伊方町の3機構から、大分県大分市の佐賀の関港に至る、国道197号会場区間をなす、フェリー航路を運営している。現在は、近畿日本鉄道の連結市会社となっている。三崎佐賀の関航路は、 大分県にとっては、大分臨海工業地帯で生産される製品の大市場である阪神との間を短距離で結ぶ幹線としての意味を持ち、愛媛県にとっては、経済、文化、観光面でも緊密な関係のある南九州とを結ぶ意味を持つ。両県は1959年以来、日本道路公団による公営方式でのフェリー航路の開設を図ってきた。しかし、 1964年6月に建設大臣であった河野一郎が民営方式を提示すると本航路を産業上必要な幹線と位置づけ建設費焼却後の定量金化が可能な公営方式を譲らない大分県と早期実現の観点から民営方式を支持する愛媛県との間で対立が起き1966年に運航県は 日本道路公団が持ち、フェリーは公団と民間が一席ずつ建造し、運行は民間に委託するという折衷案でようやく合意を見た。本航路では以前から青木石油株式会社が運行権を有して小規模な旅客船の運行を行っていた。近畿日本鉄道及び岩崎産業は1963年11月25日に 九州四国フェリーボート株式会社を設立。九十四フェリー株式会社との混同を避けて、宝予商船株式会社に社名を変更した後、1964年3月に、青木石油株式会社から運航権を呼び、船舶の譲渡を受け、一般旅客定期航路事業を運営していた。上記の方針に基づき、日本道路公団が第一宝予丸を建造する、一方、 第2法余丸は民間で建造し、国道94フェリーが委託を受けて運行を行うこととなった。その後、赤字が累積したことから、日本道路公団は航路の民間譲渡または廃止を検討。その結果、1988年4月1日に日本道路公団から委託を受けて運行を行っていた国道94フェリーへ事業が譲渡された。 本航路は、佐田岬半島と佐賀の関半島との間の、方余海峡を横断し、九州と四国とを最短距離、時間で結んでいる。かつては一石体制で1日3往復を運航していたが、1987年に、愛媛県側の佐田岬メロディーラインが開通して、以降利用客が急増したため、増便や新造船の建造が行われ、 さらに1996年の大分、自動車道前線開通等の道路整備に伴って、観光客の利用が増加したこと等から、三席体制で1日16往復運行している。同じく、愛媛県と大分県を結ぶ上島運輸や94、オレンジフェリーのヤワタハマベップ、薄木間の航路に比べると運行便数が多いが、その一方で、終夜運行は行っておらず、 佐賀の関港からは、第1便7時発で、最終便23時発。3機港からは、第1便7時30分発で、最終便23時30分発となっている。ただし、お盆期間などの長繁忙期において、通常ダイヤにおける、前期第1便よりも早い時間帯にも、臨時便が設定される場合がある。車による乗船の場合、本航路の発着地である岬。 佐賀の関の両校が、いずれも三崎の先端付近に所在していることから、航路自体の所要時間が短い反面、両校からおのの最寄りとなる、高速道路のインターチェンジまでの距離は、他の航路と比べて、長くなっている。公共交通を使用する場合、大分県側の佐賀の関港と大分市街地間は、路線バスが、毎時1本程度運行されているのに対し、 愛媛県側の三気候と最寄りの鉄道駅である、八幡浜駅との間の路線バスは1日6往復程度である。夕凪早波春風入法よ二入法よ。ありがとうございます。